はい、亀田大輝です。今日はですね、最高ファイトボリューム2の出場者の発表があります。最高ファイトクラブの選手が出るのが7試合、7名の選手を発表します。ある程度の選手全員揃ってるんで、目の前で、ね、発表したのかなと。行きましょうか。ボクシング界の恩返しする、ボクシングをもっと盛り上げて、ボクシング界がね、貢献できればなと。今日は最高ファイトボリューム2の試合の組み合わせ発表です。今日発表されました。まずメインイベント、田島光郎、いきなりのデビュー戦で、いきなりのメインです、はい、セミファイナル、宮崎、よし、あとは6試合組まれてるんですけど、1試合は他ジムにありますんで、はい、そこは発表しません。なんでここから出れるのが、ここの中にいる5名です。まずふだし、はい、篠原、はい、その次はモリモ、はい、お願いします。次は爪垣、はい、爪垣はこれはトレーナーの推薦ですね。いろんなやつを見て持ってるんですけど、もう一番もうやばいですね。感触が絶対倒れるっていうのを、右がめちゃくちゃ硬いですね。で、この4回戦でメイン格に入るのがヒロキングです。じゃあ一人ずつちょっと意気込み的なものもらいましょうか。最高ファイトクラブのメインにふさわしいような勝ち方します、1ラウンド決着です。頑張ります。もう一回世界のベルト取るために、格の違いをしっかり見せて、世界いけるなって思わせるような試合するので応援をします。新人王の、トーナメントの1回戦なんで、この試合で終わりじゃないんで、全日本新人王を取るためにいいスタートを切れるようにしっかり勝ちます。次勝ったら6回戦なんで、勝つのは当たり前なんですけど、6回戦につながるいい勝ち方をします。前回の試合はトランクスのスポンサーがゼロしたっていう。ゼロです。はい。で、今回は10です。全然ちゃうやん。どういう興行なんでしょうね、最高ファイトの。やっぱり営業も安いわけでしょ。今回の試合は自分の持ってる 100% の力を出して、きっちりいい内容で勝つんで、応援よろしくお願いします。次の試合は3ラウンドの1分50秒で倒します。最高です。考えてた。いや、今考えました。どうなんですか。右か左でどっちかで。どっちかお前何で倒すねん。ゲームします。大悟、皆さん、このサイドファイトに出れるように頑張って、ね、お疲れ様でした。大輝さん、はい、なんで自分は4月29日出れないんですか。リゴジムから記念リクラしてみた。そうです。最初はね、はい、もちろん実力は同じ方が一番あると思う。永久ボクサー、ここの試合に出すか出せへんかっていうのも最後の最後の悩み。この最高ファイトは今年5回行動する。4月、5月、8月、9月、12月。だから竹島は5月の最高ファイトサバイバル、サバイバルっていう意味はそこでも這い上がってくる。そこでインパクトのある試合をして、最高ファイトボリューム3、それかボリューム4の12月、
そこに出れるようにそのサバイバルで勝ち上がってインパクトのある試合をしてください。大工さん、僕もあれですか、ボリューム2に名前なかったんですけど、それはなんでなんですか。お前はだって何歳、17歳です。あれはフリーライアン選手や、お前も最高からサバイバル、サバイバルで、はい、ありがとうございます。そこで頑張って、はい、サバイバルで出れるように大工さん、僕も出してもらいたいです。ブルーにだっての最高ファイトで、まあ、負けてもうたからな、はい、最高ファイトのサバイバルでもなく別の交流で、そこから僕は這い上がって、はい、最高ファイトサバイバルを目標にして、そこでのし上がって12月に最高ファイトはボリューム4があるから、はい、大輝さん、ちょっと待ってください、はい、トカゲとブルが出れないのは、まあ、なんとなく分かるんですけど、僕、前買ったんですけど、なんでないですか。誰取れた。今、竹本さんに教えてもらってます。怒ったで、行け、言うても行けん、行けって言うってどういうことか分かってる。分かります。何もないねん、あんて、はい、何回も言ったけど、行ってもお前何も怖くない、でも行かれ、これ俺らが行けって思ってるのは観客の皆さんみんな思ってますから、行けよなんてその顔をやめなさい。そういうのでやっぱり僕なんで出れないんですかっていうのはちょっと間違ってるよ。話入ってけへんもん、アディオスの話はめちゃくちゃメール来るから、いろいろ、あ、今のあいつがすごくてあいつがダメでとか言って、アディオスダメもいいも何もないもん、その顔やったらまずもうそもそも論外から、日頃から節制して頑張りましょう。終わりました、はい、大副課長、マジスカ小坂です。九州から移籍してきました。お前はあれやろ、プロの、あ、聞いてるよ、マジスカって、はい、なんか九州から移籍してきたボクサーがいますって。プロで4勝してるのは B 級ですよ、ね、前にいるヒロキングよりも絶対いい試合できると思います。お前やけど俺も負けるわけせん、 B 級 A 級って関係あるの。ほんまに初めましてぐらいです。ほんま移籍して間もないんで、はい、あ、年は何歳。年は27。なめとんか、なめとんか。お前もさ、はい、とりあえずまだ5月の試合も何も決まってないから、はい、とりあえず1回5月1回ちょっと検討してみる。確かにあの実力も分からへんのにな、俺もな、ね、やっぱり出られへん出られへんって言ってもあれやからな、そこの舞台に出れるのがやっぱ最高サバイバルっていう工具やから、マジスカとか、あと竹島とか、とかでもそうか、あとサモアも、最高ファイトサバイバルっていう工業が5月と9月にあるから、最高ファイトに出れるように頑張って練習してやってください。ただ最高ファイトっていうのはこの4月の試合終わったらちょっといろいろ変わると思う。ここの興行に他のジムの人も出たいって言われる興行になると思う。つまりどういうことかというと、最高ファイトクラブの生徒だからといってここの興行に確実に出れるっていうことはなくなると思う。だからもちろんここにおるみんなライバル、全国のジム全員ライバル、全世界の選手みんなライバルです。だから日々練習トレーニングしてここの公演に出れるようにみんな頑張って練習やってください。今日はここまでにします。それではみんな頑張りましょう。はい、はい。この国の事情も